ゼゼールトーナメントの準々決勝ファーストレグ、点差をつけて勝つことに成功しました。そして今日はそのセカンドレグのゲームです。エスタディオタウロで行われる本日のゲームです。この時間はゼゼーラ対ウリネーゼ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。チェゼーナ対ウリネーゼ、チェゼーナファーストレグアウェーで勝利を飾りました。ですので今日このセカンドレグでもし負けるようなことがあってもファーストレグとの合計で勝っていれば準決勝へ駒が進みます。クロスを上げる、これはクリア。クロスを入れる、セコフォファナ、マンドラゴーラ、フワット裏を狙う、このスルーパス、いった、これよく止めましたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ここで見せてくれました。もう一つ前に行きたい、枚数いる、中につなぎたい、ドリブルで上がる、セコフォファナ、テオドルチク、アントニン・バラーク、素早いパスで攻め上がっていきます。仕掛けるか、シュート、シュート、いや、いい反応でしたね北澤さん。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。この難しいボールによく触りました。ショートコーナー、デロッシ奪います。ウリネーズここでファールをもらいます。幸運にも注意に終わりました。再びセットプレーのチャンス、ここは誰に合わせるのか。ヘディング、ピンポイントで合わせてきます。持ってきてますし、ただ守ろうという形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。セコフォファナ、ジョルザ、これはつながりません。セコフォファナ、チェゼーナ、前半まだシュートまでいけていません。キーパー前へ蹴り出します。裏を狙う、マートリエのボール、アントニン・バラーク、さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースを狙う、一人持ち上がっていく、裏へのスルーパス、裏へ飛び出した、さあカウンターのチャンスになります。
大きく縦へ、阿部、さあつながるか、マートリ中央へ、とこぼれてる、セコフォファナ、デパウル、セコフォファナからアーチのようなパス、右サイド上がっていく、来たチャンスだ、これを拾いたいウディネーゼ、ジャッスルダイン、スルーパスを出す、ジョルザ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です、スルーパス、左上がっていきます、一人で行く、ボールが収まりません、裏のスペースを狙う、さあ来たかと、これはつながりません、ジョルザ、このスルーパスは通りません、マートルに渡る、デパウル、裏へ届くか、これをカットします、阿部、サイドを使う、ボールの奪い合い激しいものがあります、キーパーから前線へ、ここでレフリー笛を吹きました、前半が終了します、前半0対0、チェゼーナ前回勝利を収めましたので、まだ今のところ有利な状況です、まあ、今のままでもいいんですけど、この試合も勝ちを拾っていければチームとしてはベストですよね、チェゼーナ対ウリネーゼ、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか、後半キックオフです、0対0で入っていく後半です、ウディネーゼがここで選手を変えるようです、アーチのようなパス、ここは通しません、セコフォファナ、ジョルザ、デパウル、ウディネーゼ、起点となるアクションが欲しい、エコング、マンドラゴーラ、ブッセット、また中央へ、デロッシーと、ボールはウディネーゼ、奪い返します、チェゼーナとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね、ミドル、ポスト左をかすめていきました、まあ、もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね、裏を狙って、おっと、期待した位置、ボール向かってきますよ、シュート、スイド、ルーズボールになる、ショート、さらに来る、いや今のは北澤さん、ファインセーブでしたね、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね、
ウディネーゼはベンチに動きがあります。キャッスルダイン、スルーパスを狙う、ふわっとしたボール、このパスを防ぎます。キーパーからのロングフィード、プレスからボールがこぼれる、さあ持っていく、ウディネーゼ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。裏へ届くか、シュート、キーパー、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。ウディネーゼ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。相手は高さありますからね、足元を入れていくのも一つですよね。この高いディフェンス陣、崩すことができるのか。サイドを使います。ジョルザからのクロスボール。このクリアボール拾いたい。ウディネーゼ、これで交代枠をすべて使い切りました。裏を狙っていきます。デロッシからマートリー、縦へのボール、長いボール縦へ、激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。注意に終わります。エリン・ラザーニ、長いボールを送ります。カウンターを仕掛けていきます。スルーパス、これはどうだ、抜ければチャンス。さあどうする、シュート、いやー、ゲームの終盤、ここで大きな大きなゴールが入りました。やった、決まりましたね。今のはあっという間に決まってしまいましたね。いや、素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。ジェゼーナ、最後の交代枠を使います。
さあウディネーゼ、貴重な先制点を奪いました。裏へのスルーパス、抜けてくる、スーパー、チェゼーナ同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。点を取られた後で積極的に出るのは分かるんですけども、やはりこういったシュートの形を作れるかどうか大きいですよね。裏を狙う、ベースを狙う、ウディネーズ、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。さあ右へ預けて、裏のスペースを狙う、いけるか、シュート、くれた。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後はしっかり守ろうっていう感じ出てますよね。アンドレア・カポーネ、ジェゼーナ、もう無理にはいきません。縦へのボール、ゆるく狙ったボール、このボールはつながりません。届くか、このボール一気に前線へ、カット、縦を使います。つなげたいですね、ここね。ウディネーズ、ここでファールをもらいます。ここで終了を告げる長い笛、1対0、チェゼーナベスト4進出を決めました。しかし北澤さん、ファーストレグの結果も絡めてどのような印象を持たれましたか？チェゼーナとしては、まあ今日はこういうスコアにはなりましたけども、ホームアウェーでの戦い方としては良かったと思いますよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。チェゼーナ、これで準決勝進出となりました。